ジョン・ウェズリー・ハイアットはアメリカの発明家。最初の工業用プラスチックであるセルロイドの製造を簡素化したことで知られる。パーキンメダルの受賞者であるハイアットは全米発明家殿堂入りしている。サトウキビ工場の改良や水露化装置など238件近くの特許を取得している。ニューヨーク州、スター・アーキー生まれ。16歳の時に印刷業として働き始めた。 その後プラスチックを発明し、数百の特許を取得した。最もよく知られた発明は、ビリヤードボールを作る造毛の代用品であった。造毛のコストと、その不足に関する懸念のために、1863年に、マイケル・フェロンにより1万ドルの賞が授与された。兄弟のアイザイアの援助を受け、ニトロセルロースの効果形態である、パークシーンを実験した。 パークシンは1862年にイングランドのアレクサンドル・パークスにより発明され、最初の真のプラスチックとみなされるが、商業製品及び工業製品としては成功しなかった。液体にとろせるロースやコロジオンが1851年にイングランドの別の発明家、フレデリック・スコット・アンチャーにより写真の用途に使われていた。また、これは印刷業者の指先を保護する。 速乾性のフィルムとしても広く使われていた。ハイアットの最終的な結果は、個体で安定したニトロセルロースを製造する商業的に実行可能な方法であり、1869年に米国でセルロイドとして特許を取得した。1870年にビリヤードボール入歯、いればピアノの鍵盤を製造するオールバニーデンタルプレートカンパニーを設立し、 また、1872年にセルロイドマニファクチャリングカンパニーをニューヨーク州オールバニに設立し、1873年にニュージャージー州ニューアークに移転した。セルロイドの発見は、イギリスで発明家ダニエル・スピルがキシロナイトという本質的に同じ化合物の特許を取得していたため、特許紛争が起こった。 スピルとハヤットは1877年から1884年まで法廷で衝突した。最終的な決定は、セルロイドの真の発明者はパークスであるが、セルロイドの製造は、ハヤットの会社含むすべてで継続することができるというものだった。他の特許には、初の射出性ケーキ、砂糖機ビビキ、ジュース抽出、転がり軸受け、複ステッチのミシンなどがある。 1892年にニュージャージー州ハリスンにハイエットローラーベアリングカンパニーを設立した。1895年、製図者として会社の主要投資家の息子であったアルフレッド・スローンを雇った。1905年にはスローンを社長にした。同社は1916年にゼネラルモーターズに売却され、スローンはゼネラルモーターズの社長となった。ありがとうございます。